西黒崎駅は、福岡県北九州市八幡西区黒崎3丁目に、ある、筑豊放電気鉄道筑豊放電気鉄道線の駅である。駅番号は、CK02。隣接する、黒崎駅前駅との営業距離は 0.2km で、これは、鉄道線としては、松浦鉄道の佐世保中央駅マイナス中、佐世保駅間と並び、日本最短である。駅北側には、 車両工場が隣接する。1992年10月25日に、西日本鉄道北九州線の停留場として、開業。同日の北九州線砂津黒崎、駅前間廃止に伴い電車代替バスとの乗り換えの利便を図るため、新たに設置された西黒崎バスターミナルそばに、設置された。複合商業施設コムシティ。 西鉄黒崎バスセンター建設による線路移設に伴い、2000年11月27日に現在位置に移転。その後、西鉄黒崎バスセンター開業とともに、西黒崎バスターミナルが廃止されたため、現在は乗り換え駅としての機能はない。2015年7月からは、ネーミングライツにより、近隣の病院がスポンサーとなっており、 黒崎整形外科病院駅の副駅名がついている。2021年10月1日から4年程度国道3号、黒崎バイパスの建設工事に伴い、旅客取扱いが休止される予定。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅である。無人駅。実際には、上記の乗り場番号表はなく、上記の番号は、列車運転指令上の番線番号である。 2020年度の1日平均乗降人員は149人であり、これは筑豊電鉄の駅の中で最も少ない。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。当駅北側の隣接地に筑豊電鉄の車両の整備を行う黒崎工場がある。1992年10月のスナツ、馬廃止に伴い、スナツにあった工場機能が 黒崎車庫に移設されて建設されたもので、西鉄北九州線全廃後も工場として蓄法電鉄車両の研修、整備に使用されている。入り出場線は黒崎駅前駅に接続している。北九州線廃止まで西鉄の全路線の中で最も新しい駅であった。なお、 北九州潜廃止後から2010年までは、当駅のおよそ7ヶ月前に開業した天神大無田線三国が、岡駅が最新の駅となっていた。ありがとうございます。